毎週水曜のこの時間は、ショーンテイ・ショーノさんによります、TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに。空にそびえる、黒鐘の白ときた、スーパーロボット、マジンガーズ ショーンテは夢を見ていました。ハッさんとショーンテはキャンプに出かけ、満天の星の元テントを張って眠りについたのです。おいショーンテ、ショーンテショーンテショーンテ起きろうわーゼー寝ぼけてんじゃねえよ。おい、ショーンテお前、上を見上げて何が見えるか教えてくれねえか。そりゃ、俺たちはキャンプに来たんだ。満天の星が見えるよ。 ととということはどういうううここはどなんだあー私はこう思う昔の風水師は腐るほどこの点を見上げ月や星の動きを観察し天文学暦地理気象その他を総合して風水として将来何が起こるかを予測していったんだろうなとしみじみ思うよ実際女性の平均月経周期は29.5日で月の周期と全く同じなのは偶然でも何でもない 月の引力に対して人が反応しているということだ。つまり、不遂は占いなどではなく極めて現実的な予知予測の学問なんだよ。何言ってんだおめえ。だからおめえはジンガー Z。肝った母さんってんだ。なんだよそりゃ、はっちゃん。マヌケだよ。見上げて星が見えるということは、テントを盗まれたってことだよ。まあ、あところでおめえ、かっこいいパジャマ着てんじゃねえか。 黒字に金ってなかっこいいなお面とこの家紋か違うよ黒に金だからブラックフライデーだよ11月25日の金曜日はドラゴンゴッドのブラックフライデーセールなんだ一定どれぐらい安くなるんだお面とかいいものしか置いてねえじゃねえかトリプル a から 5A の最高級ルチルス賞も含めて全アイテム最高60%引き 半額以下になるアイテムがほとんどで鑑定は全部60%引きお問い合わせは佐伯ちゃんと関ちゃんからじゃあブラックフライデーセールでお会いしましょうシショョーンノさんでしたドラゴンゴッドお問い合わせは3107871891まで。